はい、楽しいです。本当に使えるのかなってちょっとモヤモヤする部分があったんですけど、この何でしょう、各先生の講義はそういうとっかかりが少ないですし、聞けばその腑に落ちるように説明してくれるので来てよかったと思います。私が美術を好きになった理由は、もともと私が合理的なものが好きで、その中でも美術っていうのは体をどう使うかっていう合理性の最も先を行ったものだと思ってたんですね。でその中で、その合理性を最も長い間突き詰めたものだと思ってたのが中国美術だと思ったので、この和紙通美芸に和紙通美武芸にインターネット上で行き当たることになりました。